皆さんこんにちは、虫岡です。本日はとある虫のおもちゃを紹介しようかなと思います。本当にここ数年昆虫が盛り上がってきておりまして、いろんなものに今昆虫が採用されてきております。そしてなんとこの3月から始まったスーパー戦隊シリーズ、王様戦隊キングオージャー、なんとこちら昆虫をテーマにしてるんです。最高じゃない。過去のスーパー戦隊シリーズの中でも昆虫をモチーフにしたヒーローとかロボットとか怪人みたいなのは出てきたことがあるみたいなんですけども、昆虫がメインモチーフで作られたヒーローは今回が初です。虫岡の子供の頃はさ、大レンジャーから始まり、核レンジャー、オーレンジャー、カーレンジャー、メガレンジャー。というわけで今回のヒーロー、キングオージャーはこちらです。行ってみよう。こちらが今回昆虫をモチーフにしたヒーロー、キングオージャーでございます。赤、青、黄色、紫、黒と5人戦隊でして、それぞれが各々の国の王様なんです。それぞれの国の王様が王者カリバーでチェンジすることでキングオージャーに変身することができます。さあ、遠目で見るとあんまり昆虫感ないじゃないかと思うかもしれませんが、このマスクの特に目のあたりの形を見てください。順番に見ていきましょう。はい、こちらレッドですけれども、クワガタオージャーと言います。マスクの形見てください。クワガタの大顎のように見えます。胸にもクワガタのマークがついてますね。このレッドに変身するのはシュゴッダムという国のギラという青年なんですけれども、そのシュゴッダムのマークがこのクワガタのマークになってます。そしておそらくこの青年のギラという名前はギラファノコギリクワガタのギラから取ってるんじゃないかなと思います。そしてこちらブルーですけれども、顔の形見てみるとトンボですね。こちらブルーはトンボオージャーです。そしてこのトンボオージャーに変身するのはテクノロジーの国ンコソパの国王であるヤンマガストという王様でございますけれども、この名前もヤンマはトンボのことを意味するヤンマ、そしてガストはオニヤンマの学名アノトガスタシエボルディというところのガストから取ってるんじゃないかなと思います。そしてこちらイエローでございますけれども、イエローはよく見てみると、ここ見てください、カマキリの顔とカマの形が見えますよね。そうです、このイエローはカマキリオージャーでございます。芸術と医療の国イシャバーナの女王の姫のランが変身してカマキリオージャーになるんですけれども、おそらくこのカマキリのモチーフは花カマキリで間違いないかなと思います。この女王の名前姫のランも花カマキリの学名のヒメノプスコロナタスから取っているものと思われますし、ランという名前は花カマキリが別名ランカマキリと呼ばれるところから付けられた名前なんじゃないかなと思います。ほんで個人的に姫のランを演じている村上エリカちゃんがめちゃくそ可愛くて大好き。そして続いてこちら紫でございます。マスクの模様からもわかるように蝶をモチーフにしたパピオンオージャーでございます。この動画を撮影している時にはまだ3話までしか僕は見れてないので、このパピオンオージャーに変身するリタカニスカがどんな人物なのかはわかりません。しかしこのリタカニスカという名前のカニスカはですね、ルリタテハの学名カニスカカネイスという名前から取っているんじゃないかなと思われます。そして最後はブラックでございますけれども、こちらちょっとマスクの形だけではわかりにくいんですけれども、この口の模様を見てください。黄色と黒の縞模様、こちら蜂をモチーフにしております。蜂王者ですね。こちらは農業の国トーフの殿様のカグラギディボウスキが変身した姿でございます。そしてこのカグラギディボウスキという名前のディボウスキはチャイロスズメバチの学名ベスパディボウスキから取っているものだと思われます。このチャイロスズメバチは黄色スズメバチとかモンスズメバチの巣を乗っ取ったりするなかなか癖のあるやつなんで、蜂王者もなかなか癖のあるやつなのかもしれません。このようにそれぞれが別々の昆虫をモチーフにしてて、なおかつカブトやクワガタのような定番昆虫だけじゃなくてカマキリやトンボまでもが主役になってくれてるのは最高に嬉しいですね。さて、戦隊ヒーローといえば欠かせないのがロボットですよ。強い敵と戦うためにはロボットに乗ったり巨大化して戦う。もちろん今回はロボットも昆虫をモチーフにしております。ドン！こちらデラックスキングオージャーセットでございます。対象年齢3歳以上、よし、いける。こちらなんと10体のロボットがセットになっています。順番に見ていきましょう。いやマジでこういうおもちゃ開けるときマジでワクワクするよね。おっさんになってもそれは変わらん。3、2、1、ドン！めっちゃワクワクすんな。ちょ、もうこれ出していこう。やば、10体ロボット入ってるとか、一生遊べるやん。順番に見ていきましょう。こちらが一つ目のゴッドクワガタでございます。これは虫好き子供喜ぶわ。で、僕最初ロボットって言いましたけれども、ストーリーを見てる感じ、ロボットって言い方はあんまり良くないのかなという感じもしてます。ロボットのように人が乗り込まなくても動くことができて、機械型の守護神みたいな言い方をしたらいいのかなと思います。こちらがゴッドクワガタでございますけれども、おそらくこれはノコギリクワガタをモチーフにしてるんじゃないかなと思います。顎の形がやっぱノコギリですね。このサイドから見た反り具合とか完全に日本のノコギリクワガタやもんね。ここの内視の形とかも
日本のノコギリに近いので間違いないんじゃないかなと思います。日本だと6月以降に見ることができますね、ノコギリクワガタ。意外と都心部に近い公園などにも生息しているクワガタでございまして、夏を代表する昆虫です。いやいいですね、早く夏になってノコギリ探しに行きたいです。こちら2番のゴッドトンボでございます。カラーは戦隊ヒーローに合わせて青ですけれども、おそらくオニヤンマがモデルになっているんじゃないかなと思います。この目の緑色なんかもろにオニヤンマですね。オニヤンマは日本最大のトンボでございます。日本最強昆虫の5本の指に入ると言われている昆虫でもあります。頭の先からお尻の先まででかいものでは10センチ近くある巨体で、空中を飛んで他の昆虫を捕まえて捕食します。なんと時にはこちらも最強と言われているオオスズメバチなんかを捕らえて食べるなんていうこともあるみたいです。そんなオニヤンマのように作品の中でも活躍してくれるんじゃないかなと思います。そしてこちらはカマキリモチーフのゴッドカマキリでございます。先ほども言ったように、この目の色、目の形からして花カマキリをモチーフにしたシュゴッドだと思われます。日本には生息してなくて、マレーシアなどに生息しているカマキリで、幼虫時代は名前の通り花に擬態しているカマキリでございます。3番ゴッドカマキリ。4代目はこちらゴッドパピオンでございます。パピオンっていう名前はアゲハチョウに使われる名前なんで、もしかしたらアゲハチョウの仲間をモチーフにしているのかもしれません。まあただ紫なんで大紫がモデルになっているということもあるかもしれないし、王様の名前のモチーフであるルリタテハがモデルになっているのかもしれません。ちなみにルリタテハは成虫で冬を越える蝶なので、もうこの3月の暖かくなってからはみんなの周りを飛んでおります。ぜひとも冬を乗り越えたルリタテハを探してみてください。5代目がこちらのゴッドハチでございます。立たへんから手で持ってるしかないんやけど、こちらおそらくオオスズメバチもしくは茶色スズメバチがモデルになっているのではないかなと思います。鋭い大顎と毒針を持っていて、人間に対してもとても危険な昆虫でございます。みんなも夏休みに虫捕りするときはオオスズメバチには気をつけないといけません。そしてその他5体はこんな感じでございます。ここ2体はテントウムシをモチーフにしたゴッドテントウ。これはものすごい七星テントウらしいカラーリングになっております。そしてこちらは雲をモチーフにしたゴッドクモ。そして最後はこれアリモチーフのゴッドアントでございます。というわけでこちらが全10体のシュゴッドなんですけれども、やっぱり戦隊ヒーローのロボットといえば最後は合体して最強ロボになりますよね。なんと今回1話から登場したんですけれども、これらのシュゴッド10体が合体してデラックスキングオージャーになることができます。やば、見てこれ。これが全10体のシュゴッドが合体して出来上がるデラックスキングオージャーでございます。かっこいいし、でかっ。これ持って公園行ったら絶対ヒーローやろな。今から公園行ってこようかな。いやなんかもう久々におもちゃ触ったけどすごいね。この合体できる仕組みがあることもそうやし、なんかね少々乱暴してもやっぱ壊れないんですよね。ちょっと大人になってもこれはワクワクしちゃいました。というわけで今回は3月から新しくスタートした王様戦隊キングオージャーのおもちゃを紹介させていただきました。概要欄の方に公式ホームページへの URL 載っけておりますのでチェックしてみてください。虫岡としてもこうやっていろんなところに虫が採用されていくのはすごく嬉しいです。今年はキングオージャーがガンガン盛り上がってくれたら昆虫界隈も盛り上がるんじゃないでしょうか。ありがとうございました。虫岡でした。愛って何ですか。どんなに抱きしめても